やっぱ手袋持ってくればよかった。でも手袋してると書きづらいし。あれ、つぐみ。あ、ダンちゃん。何してんの？生徒会は？うん、今日は早めに終わったんだ。それで、なんかちょっと風に当たりたくて。おー、そっか。私もちょっと息抜き。一緒だね。やっぱり寒い。でも不思議、それでもここに来たくなるんだよね。うん、ここで見たたくさんの夕焼けが力になってくれるって思ってるのかも。わかるな。ここでなら自分の気持ちまとまりそうな気がするもんね。あのさ、つぐみ。うん。ロゼリアに勝って私たちが一番だって証明したい気持ちに嘘はない。うん。でもそれだけじゃない。けどそれが何なのかまとまらない。やっぱりプロっていう言葉にプレッシャー感じてるのかな。同じ10代なのに音楽と生きていく道を決めたロゼリアの覚悟の強さに、どっかで負けてるって思っちゃってるっていうか。高校生でプロなんだもん。すごいって思うのは当然だよ。でも私たちだって最高のライブを目指すっていう覚悟の強さで負けてるなんて全然思わない。けど、その先のこと、未来のことなんか全然わからない。ロゼリアみたいにプロになりたいのかって言ったら、そうじゃない気もするし。そんな、今しか見えてないバンドが、ロゼリアとぶつかった時、どんな音が出せるのか。あ、ごめん。なんかまた全然まとまってない話して。うん、聞かせてくれてありがとう。私も同じかも。私にとってはひな先輩かな。え？私の周りって本当すごい人ばっかりだなっていつも思ってるんだ。そういうすごい人たちの背中を見て頑張らなきゃ、追いつかなきゃっていつも自分を奮い立たせてた。特にひな先輩のことは本当にすごいなって思ってる。尊敬してるし、憧れてる。でも、意識すればするほど、ひな先輩みたいにできない自分に気づいて。だから、生徒会長には向いてないって思ってた。でも、守りたいもののために、先頭に出ようって決めたから。負けてるかもって思っちゃう自分も、負けたくないって思う自分も、全部抱えて進んでいくしかないって今はそう思ってる。うん、決めた。ランちゃん、風で飛ばされないようにプリントのこっち側押さえてもらってていい？いいけど、このプリントって生徒会選挙の立候補書類。実はいざ書こうと思ったら胸がドキドキしちゃって書けなくて。でも今なら書けるから。やっぱりつぐみはすごい。なんちゃん、でも私がこんな風に思えたのはランちゃんの背中をずっと見てきたおかげだよ。だからランちゃんもすごい。そっか。よし、かけた。ありがとう、ランちゃん。どういたしまして。それにしてもつぐみがそんなにひなさんに憧れてるとは思わなかったな。毎日あれだけ振り回されてたのに。ほんと、ひな先輩が会長になってからは目まぐるしくって毎日がジェットコースターだったよ。信じられないくらいびっくりさせられることもあったし、
急な無茶ぶりに頭を悩ますこともいっぱいあったけど、でもそれも含めてひな先輩だから、そういうひな先輩のことがどうしようもなく好きなんだ。ふう、私もきっとそう。本人には恥ずかしくてなかなか言えないんだけどね。いいんじゃない、つぐみの気持ち聞かせてあげるのもったいないよ。そうかも。つぐみ、この後時間ある？あるけど、どうして？いいフレーズが思いつきそうなんだ。個人連付き合ってくれない？うん、もちろん。